そうね。それでこの写真はその時に報道された番組に写ったものなんだけど、有名な心霊写真として広まったものよ。この写真にか。雰囲気すごいよな。どこに写ってると言うんだ。これは後列ドアが開いているんだけど、その隙間部分に注目してほしいの。ああ、この部分か。ちょっと白くなってる部分があるようだな。そうなの。そこを拡大してみるわ。なんか結構白いものがはっきりしているな。上の方がなんだかはっきりしているがなんだろうか。これは逆さまにすると見えてくるわ。それ。やばいなこれ。思い切り顔じゃないか。こちらを見ているようなんだぜ。そうよね。これはあまりにもはっきり写ってるので、すぐに心霊写真として広まっていたわ。女性のようにも見えるよな。一体何がいたというんだ。もちろん事故で搬送されたから全員現場にはいなかったわ。だからこんなところに人はいないの。続きは説明欄のリンクより本編へどうぞ。